どうも高井です。つまらないマニュアル話術聞き飽きた。大企業であればあるほどマニュアル対応できますよね。いらっしゃいませからありがとうございましたっていう、そういう話術っていうのを聞くことになる。まあ、もうそれに対して聞き慣れていれば慣れているほど、ああまただよって思うかもしれないけど、これって仕方のないことなんですよ。マニュアル以外の言葉でもし相手が不快に思ってクレームを出してきた場合、その従業員さんは 100% 咎められちゃう。なんでマニュアル以外のことを喋ったのっていう、そんなの載ってないよねっていうふうに咎められちゃう。だからこそマニュアル以外の言葉をなかなか喋る機会ってないんですよね。よっぽどそのお客さんと仲良くワイワイ喋って趣味の話をするっていうのであれば、おそらくセーフになるかもしれない。だけどそれってよっぽどのファンの人だとか、そのお店に懐いてる人とかであれば、おそらく問題はほぼほぼないと思うけど、中にはそういう嫌なクレームを出してくるお客さんっていたりする。そういう人たちにたまたま出くわしてしまった場合、これはもうアンラッキーとしか言わないんだけどね。世の中にこういう本があって、私は結構こういう本とかね、前に読んだんですけど、ブラック企業の営業術って本、トークのセリフだけじゃなくって、声のトーンとセリフをどれだけ伸ばして話すのかっていう伸ばし具合、それについて書いてあるんだけど、企業のマニュアル対応のそういうどういうトーンでとか、どれだけセリフを伸ばしてとかいうことは載ってないんだけど、むしろ効率化されすぎていて、いかに短くまとめて話すのかみたいなことになっちゃうよね。作業は効率化されてるし、マニュアル対応は効率化されてるから、余計な時間割けないんだよね。だからこそそういう状況でセリフを長く伸ばして新しいマニュアルを作られてきた場合、これはお客さんといかに長く接してもらって仲良くなってもらうかっていう企業側のね、欲望の見えてるところ、いかにファンを作るかっていうところなんだよ。これって実際ね、本末転倒なんですよ。セリフを長くするより短くして、いかにお客さんと、お客さんの趣味に対しての話題だとか、お客さんと楽しい話題を探すっていう時間が取れなくなっちゃうからね。だからこそやっぱりまずは本とか読んで知識をつけながらお客さんと話す時間を作るっていうのが重要だったりするんだけど、正直今の大企業のサービス業っていうのは、それはやりづらいっていうのは本音ね。だからまずはこういう YouTube とかを動画で配信して、まずは話すっていう練習をするっていうのが一番だと思うので、そこから始めてみてください。そしてまずは1万時間話して、でさらに2万時間を目指すみたいなことをやっていくと、最初の1本の動画から比べてみたら、おそらくだよ、過去の動画見たら、なんで俺こんな下手くそな会話してんだろう、話をしてんだろうって見返したら思うようになるので、まずはそこ目指しましょうね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。